軍論。軍論、軍論、とは、軍を研究する学問。軍の概念は、中小大数学における中心的な概念。間、体、ベクトル空間などは、演算や氷が付与された軍とみなすことができる。軍論の方法は大数学の大部分に強い、影響を与えている。線形大数群とリー軍の理論は、軍論の一にや、 特に発展を遂げており、独自の適用範囲を持っている。結晶や水素原子などの構造の多くは、で表現できる。このように、軍論は、物理学や科学の中に、多くの実例、応用例がある。1960年代から80年代に、発表された総計1万ページを超える論文によって、完全な有限単純群の分類が達成された。これは、 多くの数学者の共同作業の賜物であり、20世紀の数学の最も重要な業績の一つ。軍論は歴史的に三つの源泉がある。数論、大数方程式論、幾何学である。数論の系統は、オイラーに始まり、ガウスの合同式の理論、および二次体に関係した、下方群、情報群の研究にって発展した。 地間軍に関する初期の研究成果は、ラグランジュ、ルフィに、アーベルラの大数方程式の一般解の研究の過程で得られた。エバリスト・ガロアは、軍という用語を作った。彼は、初期の軍論と現在の対論を結びつけた。幾何学については、軍はまず社営幾何学で、後に、ヒュークリッド幾何学で重要になった。 フェリックス・クラインは、エル・ランゲンプログラムにおいて、軍論は、幾何学の権利を統合するものになることを予言した。1830年代、エヴァリスト・ガロアが初めて、大数方程式の可解性の判定に、軍を導入した。アーサー・ケイリー・トコーシーは、この研究を発展させ、地官軍の理論を創設した。歴史的な二番目の源泉としては、幾何学方面からの流れがある。 可能な幾何学、ユークリッド幾何学、双極幾何学、射影幾何学へ軍を適用したのは、フェリックス・クラインのエルランゲンプログラムに始まる。1884年、ソフスリーは、軍、現在リー軍として知られているを、解析的問題に適用した。3番目に、軍は、最初は、暗黙的に、後に明示的に大数的整数論に用いられた。 これら初期の源流では観点が違っていたので、そのため軍に対する還元も違ったものとなっていた。1880年頃から軍の理論の統合がなされてくる。そして軍論の影響はますます増大し、20世紀初期には中小大数学、表現論など多くの派生分野が成立した。有限単純軍の分類は20世紀中頃より膨大な量の研究がなされ、 ついに完成に至った。軍の範囲は有限地間軍や行列軍の特殊な例から生成形と基本関係で表示される中小軍までいくつかのクラスに分かれていると考えることができる。初めて系統的な研究のなされた軍のクラスは地間軍である。任意の集合点と点からそれ自身への全端者、地間とも呼ばれるの集まり、G で、 合成と反転に関して閉じているようなものが与えられたとき、G は天に作用する群れであるという。天が N 個の元からなり、G が地間全体からなるならば、G は N 次対象群、S と呼ばれる。一般の地間群、G は天の対象群のある部分群となっているものを言う。KD による初期の構成では、任意の群は左生息表現の意味で、 点イコール G として、自分自身に作用する地換群として提示された。多くの場合、地換群の構造は対応する集合への作用の性質を用いて調べられる。例えば、N5 に対する交代群 A が単純群である。つまり、真の正規部分群を持たない。次の方法で示すことができる。A が単純であるという事実は、 工事一般代数方程式の根のべき根による表示の不可能性において重要な役割を果たす。次に、重要な軍のクラスは行列群あるいは線形外数群と呼ばれるものである。ここでは、軍 G は対形状の与えられたサイズの生息行列からなる集合で席と逆を取る操作について閉じているようなものである。そのような軍は N の次元ベクトル空間。 K に線形変換として作用する。この作用により、行列群は概念的には、地換群とよく似たものとなり、また作用の幾何学は、軍、G の性質を示すのに、最大限に有効に利用することができる。地換群や行列群は、軍が空間点に、その内在的な構造を保つように作用するという、変換群の概念の特別の場合である、地換群の場合は、 点は集合で行列群の場合は点はベクトル空間であった。変換群の概念は対象変換群、あるいは対称性の群の概念に近い関係にある。変換群というとある構造を保つ変換、全体のなす群を意味することが多い。変換群の理論は、群論と微分幾何学とを結びつける橋渡しの役割を果たすものである。多様大乗の同償あるいは、 微分同省としての軍作用の考察は、リー及びクラインに始まり、膨大な研究がなされている。ここで扱う軍それ自体は、理産軍かもしれないし、連続軍となるかもしれない。軍論の発展の初期段階では、軍としては、数、時間、行列などによって実現される、具体的なものばかりが考察の対象であった。特定の氷系を満たす演算を備えた、集合としての、 中将軍の概念が根付き始めるのは19世紀後半になってからのことである。中将軍を特定する典型的な方法の一つは生成元と基本関係による表示を通して与えられる。中将軍を与えるための最も重要な方法は軍 G とその正規部分軍 H による将軍あるいは上余軍と呼ばれる軍 G、H を構成する操作である。 大数体上のイデアル類群は、早くから扱われてきた、常用群の例であり、数論において、非常に重要である。群、G が集合天井の地下群であるとき、その常用群、G、H はもはや天に作用しないものだが、中小群を考えることによって、このような問題を心配する必要もなくなる。具体的な群から、中小群に視点を移すことにより、その群が、 どのように実現されているかということとは、無関係に、現代的な言葉で言えば、同型の下で不変な軍の性質について考察すことが自然なものとなった。またこのような性質による軍の分類も、有限軍、ねじれ軍、単純軍、可解軍などといったものが考えられる。また、個々の軍の性質を探ることよりも、軍のクラスに対して広く適用できるような結果を、 確立する方法が求められた。このような新しいパラダイムは、数学の発展に対して結出した重要性を持つ、ものであり、ダフィット・ヒルベルト、エミール・アルティン、エミーネーター及び彼らに支持した数学者たちによって、抽象大数学が構築されていく前兆となる、ものであった。軍に、新たな構造を付け加えることにより、軍の概念が発展することになった。 新たな構造とは、特に、位相空間、過微分多様体、大数多様体などである。群演算、情報メートル、と反転、I が、蒸気の構造と両立可能であるとき、つまり、これらが連続、滑らか、大数幾何学的な意味で生息な写像となっていると、すると、群、G はそれぞれ位相群、ー群、大数群と呼ばれるものになる。群に、 別種の構造を付け加えることによって、これらの種類の群と数学の別の分野が関連づけられる。そして違う手法を研究に適用することが可能になる。群を記述するのには複数の方法がある。有限群は可能なすべての席によって構成される定席表を書き出すことによって記述することができる。もう一つの主要な方法としては、生成形。 生成元と関係式によって、軍を定義する方法であり、これは、軍の表示と言われる。軍、G の生成形を与える任意の集合解、イコール、グラムが与えられたとき、解の生成する自由群から、軍、G への前者順同形が存在する。この前者順同形の核は、解のある、部分集合、D で生成され、基本関係のなす、部分群と呼ばれる。 このような群の表示は、普通、解 D と書かれる。例えば、整数全体のナス、下方群 Z イコール、A は、ただ一つの元、A によって生成され、基本関係を持たない、N が0でない限り N1 は0ではないから、群である。生成元に対応する記号からなる、文字列は5と呼ばれる。組み合わせ論的群論は、群を、生成元と、 基本関係の側面から研究する学問である。これは、特に、何らかの有限性条件、例えば有限性性であるとか有限表示を持つ、つまり、有限性性かつ基本関係が有限個しかない、というような条件が仮定されている場合に有用である。この分野は、その基本群を通して、グラフ理論との関係を利用することができて、例えば自由群の任意の部分群が自由であることが、 示せる軍を生成元と基本関係によって与える方法からいくつかの問題が自然に生じてくる。この問題というのは軍の生成元からなる二つの語がいつその軍の同じ元を定めるかというのである。この問題をチューリングマシンに関連づけることによりこの問題を一般に解決することのできるアルゴリズムが存在しないことを示すことができる。 同じくらい困難な問題に、異なる表示によって与えられる二つの群が、いつ互いに同型となるかという同型問題がある。例えば、先ほどの下方群 Z は、とも表すことができるが、この表示と先ほどの表示とが同型な群を与えるということは、表示だけ見れば自明なことではない。幾何学的群論とは、この問題や同型問題といった問題に対して、群を 幾何学的対象として見たり、軍が作用する適当な幾何学的対象を求めると、いったような幾何学的な視点から解決を見るものである。前者の方法としては、軍の元を頂点とし、右からの情報によって移り合う元を辺で結んだ、KD グラフがある。二つの元が与えられれば、それらの元を結ぶ、最大経路の長さとして、この距離が定義できる。後者のやり方として、 ミルナーとスバークによるコンパクト多様体のような距離空間点に適当な方法で作用する群 G が与えられれば群 G は空間点に異議当長であるという定理がある。群 G が集合点に作用するとは G の核元が点上定義された全単車で群構造と両立するものを定めることを言う。ただし点にさらに構造が入っているときはそれに応じて 表現の概念に制限を加える方が有効である。例えばよくある状況として、群、G のベクトル空間ボルトにおける、または、ボルトを表現空間とする、表現。線形表現とは、GL を、ボルト上の生息線形変換全体のなす、群として、群順同形のことを言う。これはつまり、群、G の角モグラムに、線形自己同形ローが割り当てられていて、さらに、 G の別の任意のもと、H に対してローローイコールローが成り立つということある。この定義は二つの方向性で捉えることができて、いずれの仕方でも、軍コホモロ G や、同変、K 理論のような数学の全く新たな領域を生じる。一つは、軍、G について新たな情報をもたらすものである。例えば軍、G における演算はしばしば抽象的に与えられるけれども、 表現ローを通じて、特に表現が、忠実の時群演算は、列の積という非常に具体的なものに対応づけられることになる。もう一つは、よく知られた群が与えられ、それが複雑な対象に作用しているものとすれば、そのような対象を調べるのが簡単になるというもので、ある。例えば、G が有限群とすれば、表現空間ボルトが、 規約表現の名をかずに分解されるというましけの定理が知られているが、規約表現に対しては、周波の補題などが利用できるので、ボルト全体を考えるよりもずっと扱いやすい。与えられた分、G に対する表現論とは、G の表現として、どのようなものが存在しうるかを問うものである。状況設定は様々で、どのような手法を使えるかとか、どのような結果が得られるかというようなことが、 それぞれの場合で変わってくる。有限群の表現論及び、リーの表現論は、表現論における二大主要テーマである。軍の表現の全体像は、軍の指標によって統制されている。例えば、フーリーエタ公式は、周期関数全体のナス L 空間に作用する、絶対値1の複素数全体のナス群、U の指標として解釈することができる。 与えられた任意の種類の構造を持つ対象点に対しその対象変換あるいは対象性シンメトリーとは対象点からそれ自身の上への構造を保つ変換のことを言う。これは多くの場面で見つかるが、例えば、軍の行為は対象変換の本質的な性質を定式化するものであり、対象変換の全体は軍をなす。実際、 対象に対象変換を施してからさらに別の対象変換を施せば得られる結果は再び対象変換であるから対象変換は写像の合成に関して閉じている。また対象を固定して動かさない高等変換は必ず素対象の対象変換である。逆元の存在については対象変換の取り消しができるということによって保証され群演算の結合性は対象変換が 空間上の写像であり、写像の構成が結合的であることから従う。フルフトの定理は、任意の群は、あるグラフの対象変換群であることを主張するもので、ある。従って、任意の中小群は、実際にある具体的な対象の上の対象変換の、成群として得られることになる。対象の構造を保存するという言及は、県で考えれば、 もっと厳密に扱うことができる。つまり、構造を保つ写像とは異のことであり、対象変換群、対称性の群とは考えている対象の己者軍である。軍論の応用は広く、中小大数学におけるほとんど全ての構造は、軍の特殊なものと見ることができる。例えば、勘は、アーベル軍、過報に、対応に、第二の演算、情報に、 対応を合わせて考えたものを見ることができる。従って、それらの代数的構造の理論の多くの部分が、軍論的な議論をした時期として行うことができる。ガロア理論は軍を多項式の根の対称性、もっとちゃんと言えば、根が生成する多元間の自己同型を記述するのに用いる。ガロアの基本定理は、体の代数拡大と軍論との関係性を与えるものである。 これにより、代数方程式の可解性の効果的な判定法が対応するガロア軍の可解性によって与えられる。例えば、5次の対象軍 S が可解でないということから、5次の一般方程式が定時の方程式で可能であったようには、べき値を用いて解くことができないという事実が従う。ガロア軍は、歴史的には軍論の起源の一つではあるが、 未だ類体論などの領域で新しい結果を与えるなどの実りある応用がされている。大数的位相機科学、大数トポロジーはその研究の対象となるものにはっきりと群が付随しているもう一つの領域である。ここでは群は位相空間のある種の不変量を記述するのに用いられる。不変量というのは空間がある。 種の変形を受けてもそれらが変化しないということを示すものである。例えば、基本群は空間に本質的に異なる道がいくつあるかを数えるものである。2002年と2003年にグレゴリー・ペレルマンによって証明がなされたポアンカレ予想はこのよう考え方を用いた顕著な応用例であるが、その影響はこの方面に止まるものではない。例えば、 大数的位相機科学では、所定のホモトピー群を備えた空間である、アイレンバーグ、マクレイ空間が用いられる。同様に大数的系理論は、群の分類空間についての重要な手法を与える。あるいは、無限群のねじれ部分群という名称は、群論における、古い形の位相機科学の影響を示すものである。大数機科学と暗号理論は、 同じように軍論を至るところで取り入れている。アーベルタ様体は軍作用の存在によって詳細な調査が可能になる。一次元の場合では楕円曲線が詳細に研究されている。これらは理論的にも応用的にも興味深いものである。楕円曲線暗号では非常に大きな素数位数の群が構成され公開鍵暗号として役に立っている。 大数的整数論は、軍論の特殊な場合である。例として、オイラー石の公式は、任意の整数は、素数の石にただ一通りに分解されるという算術の基本定理に基づく。これがもっと一般の間では、必ずしも成立しないことで、イデアル類群や生息素数の概念が生じた。クンマーが、フェルマーの最終定理を扱う際に用いている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。